プロならプロに認められる仕事しなきゃならないよねって、僕の言ってることがそんなにおかしいんですかね。こんにちは、りょうたです。今回なんですけど、今回はこの人はあんな芸能人も撮って、こんな芸能人も撮ってすごいんだぞって言われたけど、でも撮ってる写真こんなんじゃんって、全然うまくないんだけどって話をしたら、プロはそれでお金を稼いで仕事をしてるんだからバカにするなっていうふうに言われたんですよ。だけどプロだったら写真が上手くなければならないでしょっていう話をしたんですけど、ここは結構面白い議論になったので、ちょっと皆さんにも聞いてほしいなと思って動画を撮ってます。はい、ということで今回のことの経緯を話すと、プロカメラマンの人とご飯を食べてたんですよ。でその人自身も芸能人の撮影とかをしているカメラマンなんですね。まあ、芸能人とかはメインなわけではないんですけど、結構そういう経験もしてるんですよ。でそのカメラマンが仕事をたまにもらったりしている人っていうのがすごい人らしくて、で生き様もかっこいい人だから僕に会わせてみたいっていう話をしてくれて、そんな人なら会ってみたいじゃないですか。でそこで話してる時に、この人がどんな風にすごいのって聞いたら、結構有名な芸能人とかを撮ったりしてるらしいんですよ。しかも結構たくさん。だけどそういうのを人に自慢したりしないんだよねっていう風に言われて、でそこで僕が言ったのが、この A さんと B さんっていうことにしましょう。その B さんは芸能人を撮ったからといって撮った写真や映像がすごいっていうのとはイコールじゃないってことを分かってるから、それを言わないんじゃないって、その撮ったもので認められたいっていうタイプなんじゃないのかなっていう話をしたんですね。でそしたら、何か金銭に触れたのかもしれないんですけど、そこから議論が始まって、その芸能人を撮るような仕事をもらえてるんだから、あの写真や映像が認められてるんだよっていうふうに言われたんですよ。で僕はこの B さんの撮った映像や写真を見たことはないので、 B さんのことは全くわからないんですけど、まあ僕が思う B さんはその写真や映像で認められた人だっていう考え方です。でこの A さんと喋ってる内容ですね。でその A さんの言い分は、その芸能人を撮るぐらいの仕事をもらえる人なんだから映像や写真がうまいのは当たり前だっていう意見だったんですよ。でここで僕が話に出したのが、バラエティ系の YouTube を見てる時にカメラマンが連れてこられて、すごい有名なカメラマンだから撮ってもらえねえよって、あんな芸能人もこんな芸能人も撮ってる人だよっていう風に紹介されて、そのカメラマンが撮影してたんですよ。ただ名前も顔も出てなかったので、誰なのかもわからないんですけど、そういう紹介をされてました。でその人の撮った写真がこれだよっていう風に見せたんですよ。この写真ってこうこうこうでしょって、でここで指が切れてる、で指が切れてるのは別にいいんだけど、こんなに後ろ空いてんなら指入れた方がいいよねとか、こんな横顔の写真で前がギリギリで後ろが空いてる、でも表情はいい、プロだったらちゃんとバランス取れたとこに被写体を入れていい表情も撮らなくてはならないよねって、僕は普段は写真作品を撮るっていう観点からお話をしてるので、あまりそういう表情とかは、笑顔の写真なんてくだらないとか思っちゃってるタイプなんで、そこは抜きにしてですよ、プロとしてはやっぱ笑顔の写真を求められたら笑顔の写真を撮るべきですよね。なのでちょっとそのプロカメラマンというお客さんと対峙したシチュエーションでの話だと思ってください。で僕はプロでも何でもないので、たわごとだと思ってくれる人も構わないです。でまた話を戻すと、プロなんだからプロが見ても納得できる写真じゃなきゃおかしくないっていうふうに言ったんですよ。でこういうプロって結構いるよって、僕が1年半プロの先生から教わりながらやってくる中で、気になること、なんでこここうなってんのって、もちろんライブ撮影とかでここから動いちゃダメですっていう写真であれこれ言う気はあんまりないんですよ。だけどここが切れててこっちが空いてんならそっち撮るべきだよねとか、この写真は使わない方がいいよねっていう、プロとしてのクオリティが下がるよねっていう話をしたんですよ。そしたらその人は、その写真についてはこういう意味があってこういう風にしてんじゃないのかっていう話は一切出なかったです。多分下手だったんじゃないんですか。だけどその人の反論っていうのは、そういうこの C さんですね、僕が YouTube で見たっていうカメラマン、その C さんだって芸能人の撮影をするぐらい認められてるんだよって。だけどこの話はやめましょう。でプロでやってる以上、こんな1年半やった僕に指摘されるような写真じゃまずくないかって、でそれを A さんが見たって、それはそういうもんだって、こういう風にした方がいいんだっていう意見は出なかったわけじゃないですか。多分結構写真
やってる人だったらなんでこんな写真って言われたら思うと思うんですよ。でそのレベルの人もいるから芸能人撮ってるイコールうまいわけじゃないよっていう話をしたんですね。で僕がこの地元の地方銀行に行った時に有村架純さんを撮ったポスターが貼ってあったんですよ。それがまあ有村架純さんの魅力を全く出せてないポスターだったんですね。それは写真をやる前の僕でも思ったレベルなんですよ。だけど多分そのポスター逆に印象的だったんで覚えてるんですけど、あの今の僕が見てもとてつもなくしょうもない写真なんですよ。だから人脈があって仕事をもらえるっていうのと写真がうまいとか映像がうまいは別だと僕は思ってるんですよ。で、まあ、結局その人の言い分は結局お客さんは満足してるっていうんですよね。でそのお客さんは写真のプロですかっていうと写真のプロじゃないよねって。その YouTuber は写真のプロじゃないですよね、 YouTube のプロでも。でも雑誌編集者に認められてるはずだっていうので雑誌編集者は雑誌のプロであって写真のプロではないよねって。ファッションモデルさんだったりしたらその着てる服がよく見えてるか、この顔と合ってるか、ヘアスタイルをちゃんと綺麗に整ってるかとかそういうことしか見てないんですよ。でそのプロカメラマンの写真だって表情しか見てないような写真なんですよね。プロだったら表情はもちろんこの写真に写ってる全てを気にするべきだと思うんですよ。もし余計なものがあるんなら、まあ、消すなりトリミングするなりするべきだし、こんな指が切れてて後ろが空いてるようなしょうもない写真を出してる場合じゃないと僕は思っちゃうんですよ。でなぜ僕がそう思うかっていうと、僕は板金屋っていう屋根を張る仕事をしてたり大工をやってたりしたんですけど、そこで働いてる時に両方共通で言われたことがあるんですね。この屋根を張っていく中で次を張れば見えなくなるようなところでちょっとうまくいかなかったんですよ。で、まあ、そこは実家だったので親父にどうせ次貼ったら見えねえからいいだっつったら、俺たちは素人の人が出来上がりを見て ありがとうねって言われたらいいわけじゃないんだって、何十年後かに屋根替えに来た板金屋さんが見た時にああいい人にやってもらったんだねって言われる仕事を残さなくてはならないんだって。でこれは大工の時にも言われました。自分たちがここでやったことは何十年後かにリフォームして見られることがあるんだ、表面だけ整ってればお客さんは喜ぶ、だけど俺たちが意識してるのは同業者がどう思うかなんだよ。もちろん人それぞれの考え方があるので多少の差異は出るんですけど、僕たちがリフォームに入った時にガラガラって壁剥がしたら中の下地がもう子供の工作みたいなとこも多いんですよ。特にハウスメーカーはこんなもんによくお金払うなって思うけど、世の中の人の価値観は表面が整ってればいいわけですよね、割と。だけどプロである以上その下地からこだわって作るべきだと思うんですよ。お金をもらえればいいわけじゃない、それが職人なんですよね。なので僕は職人気質でプロカメラマンをやりたいのでやっぱり理想が高くなっちゃうんですよ。たとえ知り合いに頼まれた撮影でもその時の全力は尽くすし、あの僕は今勉強中なのでプロカメラマンみたいな写真は撮れないですよっていうことも言って、それでも撮ってほしいって言って出しても相手が喜んでくれる写真にはやっぱなるんですよ。だけどプロが見てどう思うかはまた別の話なんですよね。でそれから1年ぐらい経って今の僕が見てもいい写真もあるし、あなんでこここうしたんだろうって思うこともあるわけじゃないですか。だけどそれがもう何年もやってるプロで年がら年中写真撮ってるんならもう最低ラインは超えてなきゃならないよねっていう話なんですけど、それがなんかずっと話が通じなかったんですけど、僕の言ってることがそんなにおかしいんですかね。プロならプロに認められる仕事しなきゃならないよねって、そのお客さんは写真のプロじゃない素人ですよね。その素人に認められたらそれでいいっていう考え方は僕は全然思わないんですけど、あのこれを見ている方はプロの方もいるのかもしれないですし、趣味でやってる方もいるかもしれないんですけど、まあ、自分の仕事だったりとかに置き換えた時に皆さんはどう思いますか？で僕は今写真作品を作ってるわけじゃないですか。でやっぱ最上級のものは作りたいって思ってるんですけど、それが全てが最上ランクにいるわけではないんですよ。でも最低でも9大点は超えてたいなっていう気持ちはあります。だけどまだまだ勉強中なわけじゃないですか。でこの間写真作品が売れたんですけど、その売る写真作品としてはもう自分の中で最高だって思えるものなら紹介して売ることができると思うんですね、まあ、もちろん相手がすごい価値を感じてくれたら、まあ、売るか考えなくもないんですけど、あくまでも自分がやっぱいいと思うものを売りたいですよね。でその後絵も2枚売れたんですけど、自分に今できる限りのことはやりました。高菜を描いてって言われたけど多分十何枚描いたんじゃないんですかね。その中でもう自分がこれなら9大点だなってものと最高点だなってものを1枚ずつ持っていって、どっちがいいですかってやったんですけど、
やっぱそのクオリティにしたいって思うのは僕がおかしいんですかね。やっぱ仕事となるとお金がもらえればいい、お客さんが満足すればいいっていう考えになっちゃうもんなんですかね。まあ、僕は割と理想が高いというか、この自分の見た目とかの理想は高くないんですけど、人からお金をもらって何かやる以上で自分のできる限りのことはやりたいって思うんですよ。でそこはやっぱどん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 クオリティを上げていきたいし、でこの YouTube もその時に僕が思うことをやっぱできる限り伝えたいので、まあこれも多分6回目ぐらいなんですよ撮るの。だけど自分が納得したことを発信して、もちろんこの考え方は1年経ったら変わってるかもしれないんですよ。だけど今の自分が思うことは全部伝えたいなって、結構口が下手なのでまあうまく伝わるかわからないんですけど、はい、まあそういう気持ちではやってるんですよ。なのでまあそこは芸能人から仕事もらってるからってあぐらかいちゃっていいのかなとか思っちゃうんですよね。なのでまあその B さん、その仕事をくれてるっていう B さん、かっこいいって人、その人に会ったらその人はどういう考えなのか、その人から直に聞いてみたいですよね。もしかしたら僕と似たような考えかもしれないし、いや俺は別にお金もらえればいいよって考えかもしれないじゃないですか。だけど多分話聞く限りこの人結構かっこいい人だったんですよね。はい、なので、まあ、ちょっと僕の中でモヤモヤしたのでちょっと動画にしてみました。まあ、もちろん YouTube ネタになるなと思って、まあ、その話は楽しんでたんですけどはい、ということでまあ今回ねこんな動画だったんですけど、あの皆さんの意見をコメント欄で書いてもらえたりすると結構嬉しいです。あのどんな風に皆さんが思うのかなって、もしプロカメラマンじゃないとしてもそのプロとして何かと向き合うってなった時の、まあ、感情だったりとか向き合い方だったり皆さんが考えてることをちょっと聞いてみたいなっていう風に思いました。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。あと言い忘れたんですけど、あのプロをバカにするなって言われたんですけど、あのバカには全然してないんですよ。ただ下手だと思うから下手だねって言っただけで、だって説明ができる下手さだったんで、僕が好きじゃない好みじゃないとかそういう否定の仕方ではなくて、なんでここがこうなってんのかが俺には理解できない、であなたはどう思う、でそれの返事もなかったのでやっぱ下手なんじゃないかなって思ったから下手だって言っただけなので、バカにしているわけではないのでそこだけご了承ください。サムネには書くと思いますけど、はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。インスタグラムもぼちぼちやってますのでフォロー概要欄からよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そしてチャンネル登録者が1000人と再生時間4000時間を超えたので、あの収益化っていうのを初めてできましたお金を稼ぎたいっていう気持ちがゼロではもちろんないんですけど、この YouTube からお金をもらってみたいっていうのずっとあったんですね。なのでそれがどっかでもらえる日が来るのかななんて思って一つ目標が達成できたのはとても嬉しいです。でそのお礼といっては何なんですけど、皆さんにとって有益な情報を出したいなって思うんですよ。だけど何が有益になるのかなっていうのをすごい考えていて、割と写実や記録っていう面でいくのか、この表現の世界がもっとなんか違く見えてくるような内容にしようかなとか、まあ、いろいろ考えているので、なのでまあちょっと楽しみにしてもらえると嬉しいです。あの期待外れだったら申し訳ありません。はい、ということでまた別の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。